PDW, 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 パーソナルディフェンスウェポンは、1990年代に登場した銃器の形態の一つ。短期間銃と類似性が高く、近年登場した銃器カテゴリーであるため、短期間銃の一種として評価されることもある。特にヘッケラーコフコ社の特定の銃器に使用された固有名詞であったが、後に、 H&KMP7 という商標名を与えられたため、現在は種別故障の一つと認識されている。日本語では、個人防衛火器、個人防御火器などと訳される。形状や用途は短期間銃と類似しているが、短期間銃が拳銃用の弾丸を使用するのに対し、PDW は貫通力を重視したそれ専用の弾丸を用いる。そのため、 短期間銃とアサルトライフルの中間に位置する武器と捉えることができる。カートリッジ式の弾薬が発明されて以降第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけての進歩により個人が携行する銃火器はバトルライフルやアサルトライフルのような主力火器、短期間銃のような特定の兵科や職種が使用する純主力銃器、そして拳銃といった 古身銃器に大別されるようになった。しかしながらそれらの銃器が核兵器で使用されながらも、さらに核兵器の特性に準じた銃器の開発も並行して研究され、アサルトライフルを改造し、短期間銃のような大きさにしたものや、大型の拳銃で短期間銃の能力を合わせ持つような銃器、アサルトライフルを利用した軽機関銃的運用を行うようなものなどと、 言ったように運用法を前提とした銃器の開発がいろいろと施行された。そのような中、特に西側先進国が軍隊という組織の運用とその戦術を研究した際、戦時において軍隊における戦闘実動を行う人員は一国の軍隊の役にから3割程度という結果が得られるようになった。この数値は第二次大戦時から言われていたことではあるが、 運用技術の発達や、それに伴う陛下の固定化の進行が20世紀後半に明らかになっていった。逆に言えば、その残りの7から8割の非戦闘要員を要する広報部隊に攻撃目標を絞れば、前線戦闘部隊の効力を無力化することも可能である。特に運送手段や秘匿技術の発達で、テロリストなどによる非合法組織による突発的な攻撃や、 第三国の浸透作戦、特殊作戦などの局地戦闘の場合、前線部隊を通り越して、上気のような非戦闘部隊の施設が突発的に襲われる可能性も高くなり、それらの要因が効果的に運用できる武器の開発が急務となった。後方部隊の自衛用火器は、小銃弾を用いる、自動小銃、アサルトライフルや、それを単焦化したカービン銃、あるいは拳銃弾を用いる。 短期間銃や拳銃などが当てられる。しかし、どれも中途半端で帯に短くたすきに流しといったような状況と言われることがある。アサルトライフルのような小銃は後方に無用として重くかさばり取り回しもしにくい。逆に短期間銃や拳銃では威力や射程に欠ける。特にボディアーマーや車両への貫通力不足は問題である。 こういう状況が判明し、分析した結果、以下のような仕様の銃器が効果的であると、西側先進国は結論を出した。すなわち、小銃より携帯性に優れ、短期間銃のように片手での突さの取り扱いが可能で、短距離でなくともボディアーマーに対して効力を持つ銃器の開発を行うことが関与とし、これらの銃器の開発を各メーカーに求めた。 そしてこれらの重機を PDW と分類し、全く新しい重機として認識されるようになるので、ある。そして開発された PDW は、逆に言えば、蒸気で定義された状況での攻撃的な戦闘でも、威力を発揮するということでもあり、特殊作戦を行うような強襲部隊や、警察の機動化部隊などでの使用も、非常に効果があることがわかり、今日では、 その分類故障に反し、このような特殊な陛下での攻撃目的での使用の方が盛んなようである。最近の有名な事例では、ペルー日本大使皇帝選挙事件が挙げられる。この事例では、ペルー軍突入部隊が PDW である FN 社の P90 を使用しており、ドイツ軍特殊部隊 KSK において、ヘッテラーコフコ社 m p などの正式採用も現在、 確認されている。当初は鳴り物入りで開発された PDW だが、しばらくの間は、各国軍での普及は進んでいなかった。最も大きな原因は専用の弾薬を使用することによる補給上の問題である。拳銃弾でさえ廃止する提案が聞かれる状況で、PDW 用の弾薬を新たに補給体系に加える決断をする軍は少なかった。 また、既存の銃と弾薬、構造、射撃感覚が全く異なる上に、予備パーツにも共通性がない。PDW は、訓練や日常での運用整備にも問題がある。さらに、わざわざ、PDW を導入しなくても、その任務は専用の競争弾を使用した、短期間銃やアサルトライフルを短縮化した、当然弾薬もアサルトライフルと共用できる。 アサルトカービンの容器損の銃器で十分代行できるという事情があった。また、ボディアーマーがさらに進化して、アサルトライフル弾さえも防ぐほどになり、肝心の殺傷力において、アサルトライフルに劣る PDW の存在意義が低下したこともあった。しかし、2001年のアメリカ同時多発テロ事件以降、武装警察や特殊部隊向けのインドア戦闘で効果の、 ある銃器の必要性が高まり、採用する各国軍や法執行機関などの公的機関も増えつつある。そして当初の蒸気に明示された仕様とは異なる、近接戦闘で弾数が多く、取り回しのしやすい高威力の銃器というくくりで、既存のストッピングパワーの強い弾丸の規格を利用したものや、既存の弾薬を使用する既存の銃器、実質的には、 アサルトカービンが多いの改造、改良型に PDW の名称のみを関して販売、採用するケースが増えてきている。一方で PMC、民間軍事会社のような軍事企業組織では、専用弾を使用する本来の PDW が当初より積極的に使用されている。これは、先の正規軍の状況とは異なり、先進国 PMC の紛争地域におけるその業務の ほとんどは物資の輸送、それに伴う護衛、補給などの本来、PDW が想定する業務が一般的だからである。また、PMC は状況によっては、武器の調達も国の採用基準にとらわれず、比較的自由が利くので、銃器メーカーのテストケースで装備される場合などもある。ため、新しい武器であっても、比較的装備されやすい。これらの中には、 メーカーが SMG として分類しているものや、初理、PDW 用専用弾薬ではなく、通常のアサルトライフル用弾薬を用いるものも、含まれる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。